2020年の F1、 7月にヨーロッパで開幕、無観客も18戦から19戦の開催か。 F1 のモータースポーツ担当マネージングディレクターを務めるロス・ブラウンは、7月にもヨーロッパラウンドでシーズンを開幕させたい意向を明らかにしました。新型コロナウイルスの感染拡大で第9戦カナダグランプリまでの延期が決まっている2020年の F1 ですが、無観客レースとなったとしても7月にもシーズンを開幕させることを検討していると言います。ロス・ブラウンはスカイ・スポーツに対して次のように明かしました。ヨーロッパでのシーズン開幕が望ましい、無観客レースとなる可能性もあるけどね。閉ざされた環境の中で全チームスタッフをチャーター便でサーキットへと運び、全員がテストを受けて陰性であることを確認し、リスクのない状態でやるんだ。もちろん無観客は素晴らしいことではない。しかしレースがないよりはマシだ。自宅で何百万人もの人が F1 の再開を待ち望んでいるということを忘れてはならない。我々はなるべく早く開幕させるための組織構築を進めている。開幕はヨーロッパで迎える可能性が高いし、無観客レースになることも考えられる。はい、はい、ついに具体的な話が出てきましたね。ロジスティックスのことを考えると、7月上旬に開幕すれば、18戦から19戦の開催が可能であるというのが、このロス・ブラウンが明かした話なんですけど、それをやるためには、3連戦基本、はい、で3連戦やって1周休み、3連戦やって1周休みっていう、要するに4週間で3レースっていうのをずっと続けていくっていうやり方みたいです。今それを、FOM は模索してるみたいですね。なるほど。というか、ここまで話が出てきてるってことは、ほぼそのこういうカレンダーかなっていう仮の仮組は多分できてると思うんですけど、だからどうしてもこれ、ちょっとこう角度変えてしまうと、どうしても18、19戦やりたいのっていう前提感も感じちゃうんだけど、やったらやっただけ収入が多くなるんで、やりたいっていうところですよね。だから FIA の規定上は8000あれば、FIA 世界選手権フォーミュラ1とは成立するんで、最悪だから10月にスタートすれば、元々のスケジュールプラスアルファで、8000はできると。なのでシーズンは成立しますよと、まずはだから、正直今回のこの話ってどっちかっていうとチームに向けた話だと僕は思ってて、要するに間違いなく、10月には開幕できるし、そこからやれば8000確保できるから、まずみんな安心してくださいよと、チームだけじゃなくてファンの皆さんに対しても、少なくとも8レースはあるんだから今シーズンがなくなるみたいな、今シーズンできないんじゃないかみたいな話は、もちろんそういうふうに悲観的に見る人もいるじゃないですか。だけど、それはおそらくないから、10月、少なくとも10月から始めて8レースはできるんで、10月までにもちろん収まってない可能性もありますよ、だけど、そこを一つのデッドラインとして、10月までに開幕できれば2020年シーズンの F1 世界選手権は成立しますから、みんな安心してくださいっていう、まず一つのメッセージですよね。ただ、その10月に開幕して、8000っていうのは、その場合は、1月とかまで伸ばして無理くり入れないといけないと、10月開幕だと例えば鈴鹿あたりから開幕ってことになりますから、そうするとアメリカ、メキシコ、ブラジル、アブダビ、これで終わっちゃうんで、要するに7個しかないんですよね。あとだからアブダビを後ろにずらして、冬の間でもできるレースをそこに間に入れていくっていうふうにしないと8レースにならないと。しかもそれをいろいろこうやるためには来年の話もあるし、来年に向けた開発とかテストの都合もあるから、いろんな、ロジスティクスとか、チーム側の事情とかも調整してようやくそれは8000確保できるという話なんで、できれば、
ヨーロッパで開幕、ヨーロッパのレースをやるためには、7月に開幕しないと、うん、まあ、無理と。そのためには、世の中の状況によっては無観客レースでスタートしなければならないかもしれないと、うんうん、で まあ、そのために今その、ね、チャーター便でサーキットにチームのスタッフを連れていく、うん、で全員検査して、うん、全員陰性だっていう確認した上でやるとか、なるほど、で無観客レースでやるっていう、うん、まあ、それによって、まあ、ヨーロッパのレースをいくつか確保する、うんうん、で、まあ、シーズンの、まあ、発展で終えるんじゃなくてもっと多い数をやるっていう風に、まあ、それをそういう風に、まあ、レース数増やしていけばチーム側としても安全安心っていうところですよね、うん、なるほど。ただまあどっちかっていうと今回その出た、うん、今回こういうふうにもう明らかにもう狙って具体的な話出してるのは、うん、チーム側との駆け引きっていうか、うん、これに対してファンの人たちの反応がどんなもんなのかっていうのをまず見て、あ、なるほどね、で、うん、ファンの人たちがあいいねいいねってなれば、うん、もうチーム側もまあやるしかないじゃないですか、うん、だからそういうふうにみんなのこう、うん、ちょっと観測気球を上げているっていう感じかなっていう気はしますよね。ちょっと賛否を確認しましょうっていうね、うんうん、あ、でもこうやってシーズンオフ、このセカンドオフの終わりが見えてきたっていうのは、うん、チームにとってもファンにとっても、まあ、一つ安心材料、うんうん、少なくともまあレースできるんだなっていう感じがちょっと見えてきてるので、その感じなのかな今ヨーロッパは。まあ、どうなんでしょうね。でもある程度その推移は彼らも見てるでしょうから、うん、まあ、どれぐらいの時期にある程度収束させられるっていうのはなんとなく見えてきてるんじゃないですかね。なるほど、うん、まあ、3連戦ちょっとしんどいですけどね、うん、でもこれ仮にその無観客でチャーター便って言っても、うん、その例えば日本から飛ぶ飛行機はまだその時点ありませんよってなった時に、はい、我々のことは考えてないです、うん、だからなんかメディアさんももうなしでやるかもしれないってことだよね。そうですね、うん、まあ、メディアの扱いをどうするか、まあ、正直メディアに関しては、テレビは FOM だけど、うん、我々カキヤは FIA なんで、うんうんうん、FIA のメディアデリゲートがまあなんとかしろよって話なんでしょうけど、うん、まあ、それをじゃあ、チーム側に対してはこういう扱いです。じゃあメディア側は例えばまあ我々飛行機飛んでなきゃもういけないんでどうしようもないですよね、うんうん、だヨーロッパのメディアだったら例えば車で行くこともできますよね。その場合、じゃあ私行きますって言った人に対して、じゃあどうするのか、ちゃんと検査を受けて、ちゃんと陰性ですっていうのが証明できれば、それの人たちを入れてあげるのかみたいな、そういうことも多分、まあ、テレビは間違いなくね、テレビ局いないとできないから、そのためにやりたいわけだからね。だから、まあ、そこは多分なんかやると思いますけどね。少なくともヨーロッパとか、まあ、そのサーキット現場までアクセスできる人に対しては、検査を受けて陰性であればちゃんと取材はできるっていう体制にするんじゃないですかね。ああ、なるほど。まあ個人的には無観客ではやってほしくないし、まあまあね、うん、メディアなしの状態でもやってほしくないなとは思いますけどね、うんうんうん、まあ、その辺も応援してくれてるファンの皆さんがどう思ってるのか知りたいっていう意味も込めて、うん、多分こういうものを、そうですね、だからシャトルだからね、たくさんレース見れて嬉しいっていう声が多いのか、うん、それともそこまでして18戦19戦やる必要ないんじゃない、うん、別に10戦でも構わないよっていう人もいるかもしれないし、それはどっちの声が多いかですね。どこに書き込めばいいのかハッシュタグ F1JP、 あ、だからツイートしたりこう何なり、まあ、いろんなとこ見てると思いますよ、それこれの記事に対して、うん、だってもう F1 公式サイトに出てるわけですから、この記事が、まあ、だからそこを、まあ、皆さんがそれぞれどういうふうに感じるかっていうのを、うん、まあ、発信するのも今回のこの記事に対しては重要なんじゃないかなと思いますね。例えば3連戦で、まあ、18戦19戦やるっていうふうに言ってますけど、その3連戦やる場合は、まあ、ね、2日開催にせざるを得ない部分もかなりある、うん、少なくともヨーロッパの中での3連戦だとしても、うん、モーターホームの移動があるんで、そうだね、まあ、どっかは2日間にしないと、うん、とてもじゃないけど回んないよっていう、うん、まあ、以前ね、2018年に3連戦やりましたけど、うん、やっぱあの時相当大変だったんで、うん、で3連戦の真ん中のレース用に他の別のモーターホーム簡易版とか、うん、要するに 3箇所ずっとこう点々と移動するんじゃなくて、うん、1戦目と3戦目をその本来のモーターホームを使って、はい、2戦目はもう仮のモーターホームを使うっていう風にやらないと、毎週モーターホーム移動っていうのは、うん、要するに作ってばらしてまた移動して作ってばらして、これを毎週やることはちょっとできないんで、なるほどっ
ていうのは大体モーターホーム前の週の日曜日とかに入って始めますからね、うんうん、モーターホームも全部組むかな、なんかあのフライウェイみたいにこうちょっとプレハブ立てるとか、まあ、なるかもしれないですよ ね3連戦ってなった、うん、まあ、コストの問題もあるし、ヨーロッパラウンドどうでしょうね、うん、ヨーロッパラウンドはモーターホーム欲しいんじゃないかな、でも無観客だったら VIP も呼べないってことでしょ、まあ、VIP は呼んでもいいっていうふうにするのか、あなるほどね、あのでも決めなきゃいけないこといっぱいあるんだね、そうですね、うん、なるほど、まあまあ、とにもかくにも、まあ、少し、うん、まあまあ、あの国内外含めてね、うん、まあ、動きが出てきましたよというニュースでございました。はい、皆さんの意見も、うん、まあ、このチャンネルのコメント欄にも書いていただきたいと思いますし、ああそうね、皆さんねどう思ってるか、はい、まあ、国内もねやるやらないもうやりますみたいな決定で発表もされてますから、うん、こちらまだ決定ではないですからね、うん、こういうふうに今考えてるし、うん、こういう可能性があるよっていうことをロス・ブラウンが明かしているので、うん、まあ、日本グランプリもね、当初のスケジュール通りできるかどうか正直わからないです、うん、この3連戦3連戦でいくとなれば、あーそうそう、ヨーロッパ今日本グランプリは単独でいるので、うん、で前後が連戦連戦になってるから、うん、シンガポールロシアの連戦にくっつくのか、うん、US メキシコの連戦にくっつくかどっちかにくっつかないと3連戦にならないんで、あそういうことね、だから日本グランプリも移動を強いられるかもしれないし、うん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 、あとなんかポルトガルのアルガルベっていうサーキット、うん、昔テストやってましたけど、うん、2009年とか10年とか、うん、そのサーキットがグレード1取ってるんで新たに、うん、まあ、もともとはテストをやるつもりで取ったらしいですけど、うん、まあ、開催しようと思えばできる、まあ、ポルトガルなんで結構あの暖かいっちゃ暖かいし、うん、冬でもまあできるということ、あそう、冬まあ完全に冬は真冬はできないですけど、うん、ヘレスぐらいの感じのまあ暖かさみたいなね、はい、あとまあシルバーストーンオーストリアね、複数開催するっていうことも可能だよとも言ってるとこもあるし、ああ自分のところで何かやってもいい、2回やってもいいと、うん、コースレアとか変えられるとかそういうことじゃないじゃないですけどね、はい、まあまあ皆さんの意見もねどんな感じなのか、うん、はい、はい、どうですかね、太郎さんの意見は、太郎さんの意見はまあまあこうして検討してるっていうのはいいけど、やっぱり決定って言われるとやっぱり国内批判はやめてください批判じゃない、批判じゃなくてあくまでも太郎さんの意見として、うん、やっぱり気分が上がってそれでまた変更ってやられるとやっぱりその時の落ち込みがあるから、まあでも日本グランプリが日付変わると変わったら日本もね変えなきゃいけないでしょ、 FIA がやっぱり優先になっちゃうわけだから、うん、だからこうやっぱりもうちょっと、うん、日本グランプリ、うん、F1 日本グランプリやってる週に鈴鹿以外のサーキットで、うん、スーパーフォミュラとかスーパー GT やる可能性はもし重なってもそれはやるんですかね、だからやっぱりそういう話になってくるでしょ、って、うん、この世界線が動くとそっちが優先になっちゃう仕組みなわけだから、うん、鈴鹿で被ってなければ別に他のサーキットでやってもいいけど、うんうん、じゃあその場合にそのサーキットのお客さんの、ね、入りがどうなるかってみんな、うんうん、じゃあスーパー GT に行こうと思ってた人も、いやでも F1 撮ってるから F1 行かなきゃってなる人もいるだろうし、うん、ね、どうしましょうね、そうそうそう、だからね、ちょっと、うん、まあ皆さんの、ね、発表しなきゃいけない、まあ、いろんな事情もあるし気持ちも分かるし、みんなを安心させたいっていうのもあると思いますけど、まだね状況が本当に今目の前の状況流動的な状態なんでね、まあまあ受ける側もこう冷静にね、うん、まあ、あまりやったーってこうならない方がいいかなとは、うん、多分さんは個人的にはそう思っております、はいはい、国内のレースカレンダー決定というニュースではございません、はい。